さ。立派な、すごい立派。久しぶりに来てよかったな、天気もいいし。33kg レールということでございましてね、まあ、かいつまんでみますと、明治31年、にロシアで、製作されたということですね。それで、まあ、あの日露戦争の、まあ、戦利品みたいな感じでですね、こちらの七尾線に引かれたということでございまして、いうことなんですが、まあ、徐々にこう、ね、交換されていって、最終的に残ったものがこの展示されているレールということでございましたね。
で、なんと硬くてですね、7毛程度しか摩耗していないということで、毛というのはあれですね、なんか打率で野球の打率で、2割7分3厘5毛みたいな、毛はだから1万分の1でしょうかね。ということは1万分の7ミリぐらいですかしか摩耗していないというね、すごく、まあただ錆びるのはこういう具合に錆びてるわけですね。まあ鉄ですからね、まあしょうがないというか、こういう歴史のね、展示物があります。